はいどうも雄大です。はい、今日もね一通りやっていきたいと思います。はい、ということで、今日もね選手紹介動画やっていきたいと思います。はい、今日はね、誰やると言いますとね、はい、まあサムネ見てもらったらわかると思うんですけど、はい、こちらの選手、デマラ・グレイ選手ですね。けど、まあ2列目からの、飛び出しということで、まああとねスーパーサーブついてるんで、まあ前回のね、相馬選手同様、まあ後半から出していこうかなと思います。はい、で今週ね、エバートン、アーセナル戦で、勝ったと思うんですけど、多分グレイ出てなかったんちゃうかなと思うんで、まあおそらく、まあ、C のままだと思いますが、まあこれがね B とか A になってきたら結構使えるんじゃないかなということで、はい、今日はねやっていこうと思います。はい、というわけで、早速ね試合の方に行きたいと思いますんで、はい、試合までね通します。はい、ということで、後半戦来ましたね。ということで早速で、グレイ出していきましょうか。はい、調子はドン、まあ普通ということで、まあこのままねやっていきたいと思います。はい、ということで早速ね後半やっていきたいと思います。さあグレイ、OK、パス出して、あー違う、さあグレイ、OK、こうか、あー惜しい、いいね、来た、 OK、 ナイス。今のはグレイじゃなかったけど、まあ切り込みからのね起点にはなってたんで、いやいい感じよ。さあグレイいけるよ、あーくそ、グレイ、あ惜しい、さあグレイ、OK、走って、来た、あ惜しい、グレイ来たんちゃう、あーくそ惜しい、オッケー、ナイス、こっから来た、いけるよスピードで、あー無理か、さすがに、さあ、ぐらい行こうか、こっからね、オッケー、ナイス、あー来た、無い、あー惜しい、いやいいドリブル突破見せたよ今、お、これいける、あーそ、真正面すぎたな、お来た、あーあははさすがに無理やった、さすがに窓は無理やった、はい、ということでね、1試合目終わりました。いやいい感じにやったんじゃないでしょうかグレイね、後半から出せばスピードとドリブルでチャンス作っていく感じやったんで、まあ1試合目ね結構いい感じでしたが、2試合目もいきたいと思います。はい、ということで、2戦目、まあ実質これね3戦目なんですけど、まあ2試合目やったんですけど、まあ結果的には勝てたんですけど、うん、なんか微妙な試合やったんで、はい、3試合目来ました。はい、
というわけでね、早速調子見ていきましょうか。はい、ドン。あ、まあ普通ということで、まあまあいいでしょう。この調子でね、この調子で、3試合目の後半戦やっていきたいと思います。はい、ということでね、後半戦やっていきたいと思います。お、来た、グレイ、間に合って、あー、くそ、間に合わんかった。あ、やばい、け、あー、ちょっと嫌なところ。あ、やばい、来た、グレイ、あー、2列目カウント飛び出し、いやー、ワンシューついてなかったか、グレイ。グレイ、いけるよ。さあ。あー、無理か。お。来い。オッケー。ナイス。ナイスプレス。はい、ということでね、3試合目見事勝利ということで、はい、というわけで、ゲームプラン画面の方にね戻りましょうか。はい、ということで、ゲームプラン画面までね戻ってきました。はい、ということで、まあ、一応ね、多分出してんのは1試合目と3試合目だけだと思いますが、いかがでしたでしょうか。はい、結構ね、スーパーサーブなんで後半から出したら、まあ、コマンじゃないですけど結構うざいかなと思います。はい、で一応、まあ、レフトミッドフィルダーで、2列目のカーブね飛び出し持ってるんで、3試合目のね、さっきみたいにまあ、カウンターとかでもサイドからね、ああいう風に中入ってきてシュートみたいな形もこう作れるんで、まあ、しかもスピード速いんでね、はい、まあ、裏抜けとか、うん、あんな感じで使えばいい、意外とね使えるんじゃないでしょうか。はい、まあ、これがね B とか A になってきたらね意外と強いと思います。はい、グレイね、まあ、ちょっとコマンの劣化版みたいになっちゃってるけど、はい、というわけで、今回はねここで動画終わりたいと思います。はい、まあね、意外と活躍さすことできたんで満足です。はい、まあね、引き続き動画出していきたいと思いますんで、チャンネル登録ねよろしくお願いいたします。はい、ではでは。